はいどうもこんにちは、風船使いたけむです。これ見よがしにつけてみましたけれども、たまにはちょっとアピールしたいなと思います。はい、これはバルーンアートの全国大会のウェディングウェルカムスペース、邪魔せんといてくれる？自慢すんなと、止められてしまいました。すいません、やめときます。はい、ということでですね、今回ご紹介させていただきたいのは、こういった皆さんの風船使い終わった後の歯切れありますよね。こういう歯切れ。これです。これね、割った後のこのもうどうしようもないやつです、これ。はい、こういうやつ。もったいないので、まあなんとか再利用できひんかなということで、普段私がしているこいつの再利用の、方法を皆さんにお伝えしたいなと思っております。で、実際どんな風に活用しているかと言いますと、こいつです。こいつ、はい、重りにしてます、これね。はい、ということで今回はこれの、作り方と、まあ、実際どんな風にして使ってるかっていうところを、ご紹介していきたいなと思ってます。それではよろしくお願いします。どうぞ。はい、そしたらね、説明していきたいと思います。で、こちらの方に、歯切れを用意しております。で、一本新しい風船を出していただいて、で、こんな風にして、ちょっとだけ空気を入れます。で、入れましたら、結びます。はい、結びました。したらね、この、歯切れを、キルキルっと、まとめまして、ちょっとね、こういう風な感じで、塊にします。ちょっと多いな、よいしょ、キュッキュッと塊にします。で、こんくらい、入れていただいて、よいしょ。で、まあチューリップツイストみたいな感じでこうキュッと押し込みました。で、中にここにゴミが来ているような状態になってますね。で、これを、はい、ここで空気をちょっと柔らかく抜いていただいて、こんな風にくるくると回します。くるくる回します。回します。よいしょ。で、いい感じにこう、硬くなってきますね。くるくる回してきて、いい感じに硬くなってきました。そしたら、ここで一回ねじっていただいて、このボールをさらにもう一度中に入れます。はい。中に入れます。はい。で、中に入れたらここで切ります。よいしょ。はいね、指でピッと切っていただいたら、こういうね、硬いカチカチの玉になります。はい。で、ここでまあ一回結んでいただくと、まあ、こんな風にカチカチの玉の重りが完成しました。はい。じゃあ、これを実際どうやって使うかと言いますとですね、ここにお花を用意してますね。こんな感じで、葉っぱがついて、こう、茎がついて、お花ですね。で、こういう感じで、こう、まあ、飾れるようにっていう感じなんですけども、じゃあ、これ、どうしてもやっぱり風船軽いんで、こう、風に吹かれたらこんな風に倒れたりね、しちゃうこともあります。なので、この重りを、ここに、えいと、はい、つけまして、で、埋め込んでしまいます。そうしましたら重心がしっかりこう安定して、まあ、ちょっとやそっとじゃ倒れなくなると、はい、いう感じになります。こういう風にしてね、重りをこう活用することができます。で、まあ、この中のゴミの大きさをね、量を増やしましたら、当然重りも大きくしていくことができますので、まあ、例えば、まあ、350、ね、サイズを使って、これぐらいの玉を作ることもできます。なので、ブーケの重りに使っていただいたりとかできますので、まあ、ぜひ使っていただきたいなと思います。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。まあ、今までは、捨てるしかなかったね、歯切れ、これも、まあ、暇な時にこう詰めて、重りにして何個かストックしておいてもらえると、中の時に使えるかもしれません。ということで、今回は以上になります。どうもありがとうございました。さよなら。